一つの半導体デバイスの話じゃないんです。チップだけあってもダメなんだと、はい、日本の企業ってすごくプロフェッショナルなので、うん、逆に言うと閉じちゃってるんですね、はい、いいものづくりも他の人が使えるようにはしてないんですよ、はい、これからはもう最終製品で勝負する時代じゃないんだと、サービスで勝負する時代だ、キーワードはオープンにするってこと、オープンにするってこと、すごい答えが見えてきますよね。皆さんこんにちは、天野スコープのお時間です。山本大工さん、さすがもうお上手になっていただきました、ようやくですね、はい、はい、あの前回ですね、はいはい、まさにその、まあ、2ナノに、ラピダスの話、ね、そうですそうです、ラピダスで、はい、まあ、2ナノ の, その、まあ、いわゆる母体というかチップだけあってもダメなんだと、はい、まあ、周辺どうやって広げていくって話で、はいはい、あの僕が、まあ、それが組み込まれる製品なんですかねみたいな話をしたら、うん、いや製品じゃないんだよと、はい、サービスなんだよっていうところで盛り上がったのと、はい、あとはその TSMC さん の,、はい、あの今後の、まあ、流れというかですね、どうなっていくのかみたいなお話もちょうどキーワードとして出たので、あの教えていただきたいなと思いまして、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。まずはその前回からの流れ の, そのサービスですね、はい、これがまたどんなサービスがいいんですかね。いや難しいんですけど、はい、でも普通に皆さん普段消費者としてですよ、はい、生活してるとなんとなく分かる部分が一つあって、はい、それは何かっていうとスマホ、はい、もしくはスマートウォッチがあって、はいはい、それが通信回線を通してクラウドに上がってデータ解析とか、はい、まあ、個人が好きなものっていうのをまたリコメンドしてくれるっていう、はい、これすごいつながってるわけじゃないですか。確かに。で、一つの半導体デバイスの話じゃないんですよね、はいはい、そのバリューチェーンを実現するために半導体があるわけなんです、うん、なるほどなるほど。半導体があるからできるんじゃなくて、うん、最初にそのサービスを考えた人が、はい、ここにこういう半導体が必要だ、ここにはこういうのが欲しい、はい、っていうのを世界中から探して、はい、なければ自分たちで設計するっていうので、最近クラウドをやる人たちは、はい、みんな半導体設計者自分のところに持ってるわけですよ。まあ、Amazon であっても Google であっても Apple であっても。なるほどなるほど。だからクラウド処理するようなプロセッサーを、はい、自分たちで設計して、でこれ TSMC に作ってもらうっていうような感じで、うんうん、スマホは皆さんも分かってるんですけど、はい、実はクラウドもデータセンターもそういう形になってきてる。なるほど。そうなるとラピダスはそういうサービスをどんどん提供していけばいいと。そうですね。だからサービスができるようなツールと環境を提供していくってことです、はい、なるほどなるほど。自分たちが意思を持って半導体の企画をするんではないと、はいはい、これ日本の企業間違えがち。いやそれもあるんですよ、はいはい、ある製品群においては、はい、だけどことロジック LSI とか SOC に関して製造委託を受けるような立場の事業モデルをするならば、はいはい、もう我々自分たちはツールを提供すると。なるほど。どれだけ使い勝手が良くて、はい、どんな万人とにかくあの素人の方でも、はい、それをピピピッとパソコン上でやることによって半導体チップの設計ができるっていう、はいはい、でそのチップっていうのは細かい設計はもう全部自動になっていて、はい、インプットとアウトプットだけ定義してあげれば、はい、どのぐらいのスピードでどういう処理ができて、はい、どういう AI がそこに組み込みますかっていうのがリコメンドされているとかね。なるほど。それは多分 できますよ、間違いなく。それいいですね、うん、そうするとまさに、まあ、今なんかもうちょっとありきたりの話をしちゃうんですけど、はい、スマートウォッチ使ってる人ってもう大抵やってるのは何歩歩くかみたいな。あで僕の周りなんかも何万歩歩いたとか、いわゆるスマートウォッチをつけてるから分かって、分かるからあとどれぐらい足りるとか足りないとか分かって、うんうん、でだんだんなんかマラソンやりたくなって10キロ走ったとかって言って、はいはい、なんかどんどんこうスマートウォッチがきっかけで歩くなんか走る、そのうち時間が気になるみたいな。あ、そうですね。こういう流れがなんかできてきて歩いてる人すごい増えてる気がする。あ、それはありますね。多分まあこれなんかは、まあ、ツール、まあ、スマートウォッチとスマートフォンと、はいはい、あとやっぱりクラウドみたいな、はいはい、あのでしかもどこを走ったかとか歩いたかとかっていうのを、みんななんかフェイスブックに上げてたりとか、はいはい、あとはあと競争してね、はい、あの勝った人にポイントをもらえて、はい、食べれるみたいな。そうなんですよ。あのコークオンっていう、はい、あのジュースの自販機のあれなんかは、はい、結構歩いたりするとポイントが溜まってそこを使うっていうようなことになったりするので、はい、やっぱり自販機って外にあるものですから、はい、人を外に
歩き回らせるとどこもかわし飲むみたいな、はい、これからもっともっといろんな多分仕掛けとかができて、はい、そのためにはあどんなあチップが欲しいのかってなった時に、はい、そういったサービス提供者も、はい、いわゆるラピダスのそういったツールを使えば、はい、そういったオーダーができると。そうですね、これはすごいですね、うん、まあ、まあ簡単にはなかなかならないと思うんですけども、でも流れは多分そうなるべきだと思いますし、はい、別にあの中の技術的にその先端の半導体を作るっていうレシピを公開しなくったっても作れるわけですよ、はいはい、問題はツールをどう揃えるかっていうことになってくるので、うんうん、はい、だからますますこうラピダスみたいなこう新しい先端の会社ができればできるほど日本の企業を考えないといけないのはやっぱりサービスなんですよ、はい、なるほど。まずサービス、うん、これから世の中どう変わっていくからどういうサービスを提供していかないといけないと、はい、今やサービスはクラウドと切って離れないので、はい、まあ、Web3 とかでねちょっと分散に行こうと、はい、DAO にしようという話もあるにしてもどっかにこうインテリジェントな機能は必要なわけですよ。あの、はい、判断していかないといけないので、はい、あのリコメンドとか、はい、そうするとそこってやっぱり省電力で、はい、高速でやっぱり判断してほしいじゃないですか、はい、聞いたらすぐ答えてくれる、はい、そうすると、はい、ラピダスみたいなプロセッサーみたいなのは、はい、やっぱり需要があるっていうことになっていくわけです。確かにそうですね。まだなんか言語をスムーズに理解して会話するっていうのには、はいはい、まあ、もう少しそうなんですよ。そうですよね、だから検索エンジンなんかもすごくなっていくと思うんですけど、うん、はい、あれはあくまでやっぱりその探してうまくつないでるっていうことですから、うん、意図しないことを書くとなんか変な答え返ってきますもんね。はい、そうなんですよ、はい、検索のノウハウを自分で鍛え上げるっていうことですね、はい、だから普通に素人が検索すると、はい、あの正解の答えが出てこない、はいはい、でも自分が検索すると正解が出てくると、はい、なんでって言ったら検索に入れるワードが違う、はい、キーワードが違う、はい、検索のそのフレーズが違うっていうところを、はい、うん、だから人間としては極めていかないといけないんですよ。いや、まだ AI がある意味ちょっと半分おバカなうちに、はい、その上にいないといけないんですよ。そういうサービス全体をサービスをとにかくそうです作っていかなきゃいけないというのがポイントですね。だから実はラピダスとは関係ないんですけど、はい、半導体の人材が今不足してるって世の中言われてるんですね、はい、当然そもそもは理工系の人中心で、はいはい、でなおかつ半導体っていうのを勉強した人を企業も採用しようっていうので、はい、どんどんでも日本ってポジションが落ちてるので、はい、もうなんていうか人気じゃなくなってきてるわけですね、はい、その学生さんとか含めて、はいはい、でも私が思うのは、はい、そこはそれと、はい、でも違うと、はい、本来日本の経済成長とか産業の成長を支えるものは何って言った時にはサービスでしょと、はい、サービスを作る人材を半導体とつなげるっていうことさえやればいいということです。なるほど。だから人材は逆に言うと文系の人だとか、うん、まあ、今私がいるのはデザインをやってたりとか、うん、はいはい、場合によってはこれから環境経営をやってたりとか、はい、そういう人たちがサービスを考えるっていった時に、はい、その横にコンシェルジェじゃないですけど、はい、なんかそれを実現する相談役みたいな、はい、あものがチームがいて、はい、そこに話すとそこは半導体とか、はい、場合によっては違う電子デバイスとか、はい、場合によってはモーターだったりとかかもしれないですけど、いろんなものをこう見つけてきて提供するみたいなね、はい、うんうんうん、ここが日本の弱いんですよ。そういうことですね。それがサービスの実は一番の大事なポイントなんです。なるほどなるほど。でもそういう意味でいくと、まあ、日本でなかなか世界で共通に使われているサービスを生み出せているかっていうと確かに生み出せてないないですね。なかなかですよね。なかなか。ただなんか僕思ったのは大子さんが言ったそのものづくりコンシェルジュじゃないんですけど、こういうサービスをやりたいんだっていうのがあったら、さっきの例えばまああのラピダスさんで言うんだったら、そのチップの設計をまあツールを渡しておいて簡単にそういう能力が出せるチップがオーダーできるとか、でまた一方でさっきまあモーターとかいろんなお話がありましたけど、そういったところをチョイスしてきてそのサービスを実現できるテクノロジーをトータルで提供するみたいな、こういう仕事はすごく面白いですよね。面白いと思います。面白いと思います。はい、うん、で日本なんかでいうと多分そういうのがなんか僕は得意な気がところがですよ。するんですけどどうなんでしょう。ところがそれがあの、はい、オープンになってないんですよ。おそれぞれやっぱり日本の企業ってものづくりがいい、はい、いいっていうか、うんうんうん、すごくあのプロフェッショナルなので逆に言うと、はい、やっぱりこう閉じちゃってるんですね。硬直化してるっていうかあのサイロ化してるわけなんですよ。なるほど。それを外に出していくっていうことに対して、はい、それを手掛けてる
人がいないほとんど。だから日本はいい文化を持ってるし、いいものづくりも持ってるし、はい、素晴らしいじゃないですか、はい、だけどそれを他の人が使えるようにはしてないんですよ、はい、あ、じゃあ大光さんみたいな人がいっぱいいたらいいんじゃないですか。いや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 、大光さんまさに東芝さんが持たれてる、まあ、エヴァンジェリストってなってますから、技術をやっぱりこう水平に見て、はい、でいろんなニーズに対してこういうことができるよっていうことを出せるわけじゃないですか。そうですね。そうです。そういう方が各ものづくり企業の中にいらっしゃって、はい、エヴァンジェリストの方たちが集まってそのサービス構築をしたい人が世界中から日本に相談来るようになると、はいはい、そうです、すごくいいんじゃないですか。すごくいいと思います。ですよね。いいと思います。もうなんかこうすごい答えが見えてきますよね。いや、はい、それがあると本当に、はい、あの設備とか工場とかなくても、うんうんうん、あの事業はできるわけで、はい、そのサービスをとにかくどんどんこう作っていく、ベンチャーをどんどん出して、うん、どんどん作る、まあ、失敗しても持ってるものがないですから、はい、またやり直せばいいのであって、はい、なんかそういうのをね、こう循環できるようなあれを作りたいですね。そうですね、本当にそうですね。なんかそういう意味からいくと産官学の連携とかも、はい、まあ、それこそ大学でそういうシーズなのか、まあ、ニーズの手前みたいなものを研究してサービス化して、はい、でも大学ではやっぱりものは作れないの で、はい、そうです。大子さんみたいなそのものづくりコンシェルジェチームの皆さんにご相談申し上げて、はい、そうですね、うちはこんな技術があるからどう実現できるみたいな、はい、こういうことがもう本当に何て言うんですかね、活気が出てきたらすごくいいですよね。すごくいいと思います。だ本当にあのロングレンジの研究開発とか学会にまあ発表するような素晴らしいアカデミックな内容とかっていうのは今も日本の大学とか頑張ってるんですね。産官学連携で頑張ってると思うんですけど、そこはそれと、あの欠けてるとこは何かっていうと、さっき私が繰り返し言ってるやっぱりサービスの部分なので、外に向かってそれを事業にするための組織体制とか、あとそのエコシステムみたいなものがやっぱり弱いというか、経験がないですね、あまり。おそらくそういうことですよね。すごいもったいないです。確かに。でも本当にこのラピダスのこの2ナノをきっかけに、これからはもう最終製品で勝負する時代じゃないんだと、うん、サービスで勝負する時代だということで、まあ、そういうこうなんていうんですかね、新しいムーブメントみたいなのが日本の中に根付いて、うん、はい、で各社はもうせっかくいい技術持ってるのにそれを周り使えるように出すのが下手だから、はい、そういう人を各社に準備していって、はいはい、であのこういった、まあ、もちろんその2ナノみたいなのはいいんですよね。それがもうシンボルになるのはいいんだけれども、いいと思います。はい、そこを周辺にしたサービスをしっかり日本がこれから、はい、まあ、特に3年後とか5年後に向けて作っていくことが非常に大事だというところですよね。はいはい、キーワードはオープンにするってことです。オープンにするってことですよね。はい、なるほど。これも皆さんめちゃくちゃワクワクするじゃないですか。で第2回で TSMC の話がまだちょっと出し切れないということなので。あ、確かにそうですね。そうなんですよ。これで TSMC もやっぱりね、あの皆さん絶対気になるところだと思うので、はいはい、これちょっと第3回もあの大子さんにまた、はい、あのお話聞きたいと思いますので、ちょっとあの第3回聞き逃しちゃうとまずいんでですね、あのチャンネル登録だけは、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。3回目につないでいきます。